樋口一葉竹比べ第4話うつや鼓の調べ三味の音色にことかかぬ場所も祭りは別物鳥の市をのけては一年一度のにぎわいぞかし三島様小野照様お隣図から負けまじの競い心おかしく横丁も表も揃いは同じ真岡木綿に調妙崩しをこぞよりはよからぬ方とつぶやくもありし口なし染めの浅田好きなるほど太きを好みて14、15より以下なるはだるま耳づく犬張り子さまざまの手遊びを数多きほど見えにして7つ9つ11作るもあり大鈴小鈴背中に柄つかせて駆け出す旅はだしの勇ましくおかし群れを離れて田中の翔太が赤筋入りの印番点色白の首筋に紺の腹掛けさりとは見慣れぬいでたちと思うにしごいて示し帯の水あさぎもみよやちりめんの上染め襟の印の上がりも際立ちて後ろ鉢巻きに出しの花一枝川をのせった音のみはすれどバカ林の仲間にはいらざりき夜宮はことなく過ぎて今日一日の日も夕暮れ筆屋が店に寄り合いしは12人一人欠けたる緑が夕化粧の長さにまだかまだかと翔太は門へ出つい立して呼んでこい三五郎お前はまだ大黒屋の寮へ行ったことがあるまい。庭先から緑さんといえば聞こえるはず。早く早く。というに。それならば俺が呼んでくる。万堂はここへ預けて行けば誰もろうそく盗むまい。翔太さん、番を頼む。とあるに。ケチなやつめ。その手まで早く行け。と我が年下に叱られて。おっと北佐の次郎左衛門今の間と駆け出して伊田天とはこれおやあれあの飛びようがおかしいとて見送りし女子どもの笑うも無理ならず横太りして背低くつむりのなりはサイズちとて首短く振り向けての表を見ればデビタイの獅子花そっぱの三五郎というあだ名を思うべし色は論なく黒きに関心なは目つきどこまでもおどけて両の頬にえくぼの愛嬌目隠しの福洗いに見るような眉のつき方もさりとはおかしく罪のなき子なり貧なれや泡縮みのつつ袖俺は揃いが間に合わなんだと知らぬともには言うぞかし我を頭に6人の子供を養う親も家事棒にすがる身なり50軒に良き得意場は持ちたりとも内証の車は商売物のほかなればせんなく13になれば片腕とおととしより並木の活版所へも通いしが怠け者なれば10日の辛抱続かず一月と同じ職もなくて霜月より春へかけてはつくばねの内職夏はけんさばの氷屋が手伝いして呼び声おかしく客を引くに上手なれば人には重宝がられぬこぞはにわかの大引きに弟子より友達癒しがりて万年長と呼びな今に残れども三五郎といえばおどけ者と承知して憎む者のなきも一徳なりし田中屋は我が命の綱親子が被るご恩少なからず火ぶとか焼いて利金安からぬ借りなれどこれなくてはの金子様あだには思うべしや三公俺が町へ遊びに来いと呼ばれて嫌とは言われぬ義理ありされども我は横丁に生まれて横丁に育ちたる身住む寺所は竜下寺のもの家主は長吉が親なれば表向き彼方に背くことかなわず内々にこっちの用を足してにらまれる時の役回りつらし。翔太は筆屋の店へ腰をかけて松間のつれづれに「忍ぶ恋路」を小声に歌えば「あれ油断がならぬ」と神様に笑われて何がなしに耳の根赤くまじくないの高声に「みんなも来い!」と呼び連れて表へ駆け出す出会い頭。翔太は夕飯なぜ食べぬ。遊びにほうけてさっきにから呼ぶをも知らぬか。どなたもまた後ほど遊ばせてくだされ。ああ、これはお世話。と筆屋の妻にも挨拶してばばが自らの向かいに正体やが言われずそのまま連れて帰られるあとはにわかに寂しく、人数はその身変わらねどあの子が見えねば大人までも寂しい。バカ騒ぎもせねば冗談もさんちゃんのようではなけれど人好きのする若金持ちの息子さんに珍しい愛嬌。なんとご老じたか田中屋の御家様がいやらしさを。あれで年は64。おしろいをつけぬがめっけものなれど丸曲げの大きさ。猫なで声して人の死のうも構わず。大方おしまいは金と心中なさるやら。それでもこちどものつむりの上がらぬはあの者のご意向。さりとは星や。中の大きいうちにも大分の貸し付けがあるらしゅう聞きました。王子に立ちて23人の女房よその宝を数えぬ。